シュレック 4D アドベンチャーは世界のユニバーサルパークスリゾーツにある映画シュレックのその後が舞台となっているシアターアトラクションである。現在ユニバーサルスタジオフロリダ、ユニバーサルスタジオジャパン、ユニバーサルスタジオシンガポールで上映されており、以前はユニバーサルスタジオハリウッドでも上映されていた。ユニバーサルパークスリゾーツ街では過去に ドイツのムービーパーク、ゲルマニーとワーナーブラザーズムービーワールドで上映されていた。プロダクションセントラルに2003年6月12日にオープンした。前身となるアトラクションは、同年1月3日にクローズした、アルフレッド・ヒッチコック、ザ・アート・オブ・メイキング・ムービーズ。総工費は3500万ドル。ハリウッドエリアのシネマ4、D シアターに2003年6月20日にオープンした。 前身となるアトラクションは2002年11月4日にクローズしたユニバーサルスタジオモーションピクチャーマジック座席を一新したほか特殊効果の装置を増設したシュレックをテーマにしたエリア遠い遠い国に2010年3月18日にオープンしたアッパーロットに2003年5月23日にオープンした全身となるアトラクションは2001年にクローズした ラグラッツ・マジック・アドベンチャー 3D。走行費は3500万ドル。2017年8月13日クローズし、更新のアトラクションとして2018年6月15日に、ドリームワークス・シアター、カンフー・パンダがオープンした。ザ・ハリウッド・ストリート・セットに2008年5月27日にオープンした。前身となるアトラクションは2007年にクローズした。 スポンジボブスクエアパンツ 4D。走行費は2000万ドル。2011年7月4日クローズし、更新のアトラクションとして2012年3月31日に、アイスエイジさん、ティラノの落とし物をテーマにした、アトラクション、アイスエイジ、ドーンオブザ・ダイナソーズ・ザ・4、D エクスペリエンスがオープンした。ロキシーシアターに2005年9月17日に、オープンした。 前身となるアトラクションは2005年8月2日にクローズしたマービン・ザ・マーシャン・イン・ザ・サード・ディメンション2010年8月29日にクローズし更新のアトラクションとしてジャーニー・ e y ザ・センター・オブ・ザ・アース o t 4ティー・アドベンチャーがオープンしたゲストはダンジョンを模したホールへと案内されるそこには魔法の鏡捉らえられた3匹の小豚とピノキオがおりゲストに 映画、シュレックでの出来事を説明する。しかしその時、作中で、ドラゴンのエジキとなった、ファークアード卿が幽霊として、姿を現した。三匹の小豚、ピノキオを捕らえたのは、ファークアード卿であり、シュレックとフィオナ姫の居場所を聞き出していたのだ。男女にへと入場したゲストにも、シュレックとフィオナ姫の居場所を聞き出すため、ホールへの案内を促す。 本作は映画、シュレックのその後が舞台となっている。めでたく結ばれた、シュレックとフィオナ姫は、ドンキーと共に、玉ねぎの馬車で移動中、森の中で道に迷ってしまう。その時、ファークアード教の手下であるセロニアスが、フィオナ姫をさらってしまう。シュレックとドンキーは、馬車ですかさず後を追うが、途中で馬車の魔法が溶けてしまい、墓地で道に迷う。 墓地でフィオナ姫を探し回っていると、幽霊となったファークアード卿が石像のドラゴンを蘇らせ襲いかかる。しかし幸運なことに、ドンキーの味方であるドラゴンが二人を救出する。石像のドラゴンが追いかけるが、洞窟に入ったところで翼を削り取られてしまい、谷底へ落ちてしまう。一方で、ファークアード卿は、フィオナ姫をイカダに乗せ、谷底へ落とそうと企てていた。 その時、フィオナ姫は、高速を破り、セロニアスに攻撃し、股間を蹴られたセロニアスは谷底へ落ちてしまう。シュレックとドンキー、ドラゴンが救出のために到着するが、最終的に全員谷底へ落ちてしまう。そう思われたが、セロニアスは、滝の途中にある木の枝に捕まっており、シュレックたちを助けようと手を貸してくれた。しかし体重がかかりすぎたため木の枝は、れ。 全員落ちてしまうが、ま一発のところで、ドラゴンが救出に入った。ファークアード今日はドラゴンが口から吐いた炎により、再び殺されることになる。我が家へと戻ったシュレックとフィオナは、ドンキーとドラゴンに別れを告げ、再び口づけを交わし、おとぎ話のキャラクターたちと祝杯をあげるのだった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクション・エントランス・ユニバーサル・パークス・リゾーツは、 4つのパークに本アトラクションを導入し5つ目のパークに統合する計画を立てていた。本アトラクションを最初に導入したパークは2003年5月23日にオープンしたユニバーサルスタジオハリウッドだった。その後6月にユニバーサルスタジオフロリダとユニバーサルスタジオジャパンが続いた。2010年にはユニバーサルスタジオシンガポールのシュレックをテーマにした エリア、遠い遠い国に、本アトラクションがオープンした。ユニバーサルパークスリゾーツ以外では、ムービーパーク、ゲルマニーで2008年5月27日から、ドイツ語で、ワーナーブラザーズ・ムービーワールドで2005年9月17日からの2つの、テーマパークでのみ上映が開始された。最初に、本アトラクションのクローズを発表したのは、ワーナーブラザーズ・ムービーワールドだった。 2010年8月初旬に詳細が発表され、同月29日にクローズした。更新のアトラクションとして、ジャーニー・ツー・ザ・センター・オブ・ザ・アース4、ティーアドベンチャーがオープンした。ムービーパーク、ゲルマニーは2011年7月4日にクローズし、更新のアトラクションとして2012年3月31日に、アイスエイジ3、ティラノの落とし物をテーマにした、アトラクション、アイスエイジ。 ドーン・オブ・ザ・ダイナソーズ・ザ・ヨン・ディー・エクスペリエンスがオープンした。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドは2017年8月13日にクローズし、更新のアトラクションとして2018年6月15日にドリームワークス・シアター、カンフー・パンダがオープンした。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの本アトラクションの待ち列は、長年にわたりハロウィーン・ホラー・ナイトのアトラクションに使用されてきた。 2007年、2008年、2010年には、エルム街の悪夢をテーマにしたアトラクションに使用された。2009年には、マイ・ブラディ・バランタン、BE ・マイ・ニオン・エバーに使用された。最後に、アトラクションに使用されたのは、ラ・ヨローナ・ナク・オンナをテーマにしたものだった。本アトラクションは、映画、シュレックと共に、シュレック 3D として、DVD でリリースされ、 3D 版と 2D 版の両方が収録された。このリリースには2色の 3D メガネが付属していた。2007年5月13日、3D 効果を削除した、シュレック、エスネバービフォーシームアドベンチャーとして、ニコロデオンで上映された。2011年10月、この映画は、ドリームワークスのスプーキーストーリーズの一部として、ザ・ゴースト・オブ・ロード・ファーカドというタイトルで、 ネットフリックスで公開された。この映画のコミック化は、ダークホースコミックスから出版された、シュレックのコミックミニシリーズの一号として特集された。また、2011年から2012年にかけて、カンフーパンダに長靴を履いた猫、マダガスカルさんなどの 3D ファミリー映画の前に上映された、3D 再リリース短編映画でもある。2012年8月28日には、 シュレックエススリリング・テールズの一環としても公開された。様々なパークで本アトラクションと並んで多くのスピンオフアトラクションが運営されている。ユニバーサル・スタジオ・フローリーダにあるドンキー・ S ・フォート・フィニッシュは2003年にステージ54に変わって本アトラクションと並んでオープンしたミートクリーティングアトラクションである。同様のアトラクションは ミート・シュレックドンキーという名前で、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにも存在する。ユニバーサル・スタジオ・シンガポールでは、シュレックをテーマにしたエリア、遠い遠い国内に存在する。このエリアの他のアトラクションには、ドンキー・ライブ、エンチャンテッド・エアウェイズ、プスイン・ブーツ、ジャイアント、ジャーニーと、マジック・ポーション・スピンなどがある。ワーナー・ブラザーズ・ムービー・ワールドには、 シュレックライブという短期間のライブショーがパークのショーステージで上映されていた。ありがとうございます。